2日金曜日の全国の熱中症情報をお伝えします。暑さに要注意です。まず全国のお天気アイコンで見ていきますと、西日本や東日本を中心に雲が多く雨が降りやすいものの、気温は高めというところが多くなります。また北日本も日差しが届く、日本海側や内陸部を中心に気温が上昇、秋田では31度の真夏日予想となっています。また梅雨前線が離れる那覇でも日差しが届き、こちらも真夏日予想です。それでは各地の熱中症情報を確認していきましょう。明日は鹿児島県、そして沖縄の八重山地方に熱中症警戒アラートが発表されています。那覇では危険レベルとなっています。また福岡、広島、大阪、高知も厳重警戒レベル、そして名古屋や新潟、金沢も警戒レベルとなっています。こまめな塩分、水分補給、そしてしっかりと冷房器具を活用するなど、暑さ対策を万全にお過ごしください。